聖アグネス教会は、日本の京都府京都市上京区にある、日本聖公会の教会。平安女学院京都キャンパスの敷地内に所在する、聖堂は、日本聖公会京都教区の中心となる、主教座聖堂であるとともに、地域の教会、平安女学院の礼拝堂という三つの役割を兼ね備える。名称は、平安女学院の守護聖人で、ローマ皇帝。 ディオクレティアヌス当地の時代にローマで殉教した聖アグネスにちなむ。1898年に竣工したレンガ作りゴシック様式の建物はジェームズ・ガーディナーによる設計で京都市指定有形文化財。京都地域では1889年以来米国、聖公会出身の宣教師らにより、聖公会の積極的な布教活動が行われた。1895年には、 大阪市川口居留地にあったストリート、アグネススクールが京都に移転し、平安女学院として開校した。1898年、日本製公会京都地方部の大聖堂として、この聖堂は竣工した。剣道寺に名付けられた名称は、聖三一大聖堂であった。京都聖三十一教会に属する聖堂であり、また平安女学院の礼拝堂として使用された。なお、 春行直後の平安女学院の学院日誌には、党の門が聞くと紛らわしいので、取り替える、要警察から指示を受けたという内容の記述が残っている。1923年に平安女学院生と教職員による教会組織として、聖アグネス教会が組織された。その後しばらく、京都聖31教会の改修と、 聖アグネス教会の改修がこの聖堂を共に用いることとなった。1930年、京都聖31教会が中京区樹落周り中町に新たに聖堂を建設して移転したことにより、この聖堂は聖アグネス教会が受け継いだ。第二次世界大戦中には軍需資材の置き場として使用されたこともあるが、礼拝は続けられた。聖堂は東を カラスマツーに北を下立ち売り通りに面したゴシック様式、レンガ作りの聖堂である。設計に当たったのは建築家、ジェームズ・ガーディナーである。東西に長い敷地に立つ聖堂は左右非対称で袖籠は小さい。ベイり口は北西角にある。全体にずんぐりした形であるが、これは地震に配慮したものという。北東角にある山層の手籠が特徴的な外観で、 最下層に縦長窓、中層にバラ窓、最上層にトレサリー窓を配し分け、単調さを避けている。内部は三両式バシリカ様式で、一般的な大聖堂と同様、東端に祭壇を設けている。南東角には礼拝準備室、南西角には八角形に張り出した洗礼室がある。内部は小屋組のハンマービームなど材木を見せるデザインであり、 明治期の教会建築の特徴を備えている。西原窓をはじめ30点以上のステンドグラスがあり、その大部分は竣工当時のものが残っている。平安女学院京都キャンパス敷地内に位置する。平安女学院京都キャンパスは、足利義明の旧二条城の跡地であり、敷地の片隅に旧二条城石と掘られた石碑が建っている。ありがとうございます。